海上自衛隊は、2隻の艦艇の進水式と命名式を行い、大芸型潜水艦の4番艦、雷芸と、淡路型掃海艦の4番艦の海が進水しました。これらは、2025年3月の実戦配備を目視し、日本の周囲の安全保障環境の悪化に対応するための重要な追加戦力です。今回は、最新鋭海自潜水艦と掃海艦を詳しく深掘りしていきます。増税メガネの内閣崩壊寸前と言われますが、結構持つんではないかなと感じています。減税よりも、10万の現金が欲しかったよね。潜水艦の建造資金にするよ。この2023年10月には、海上自衛隊向けの2隻の艦艇に対して、新たに、進水式と命名式が執り行われており、まず、17日に、大芸型潜水艦の4番艦として、雷芸、24日に淡路型掃海艦の4番艦の、の海が、その日を迎えた。この大芸型潜水艦の4番艦の、雷芸、淡路型掃海艦の4番艦の、の海の両艦とも、今後、最終的な偽装工事等が施されて、共に、2025年3月を目途に実戦配備される方向で、スケジューリングがされている。このことで日本をめぐる周囲の安全保障環境は、正直、悪化の一路をたどっていることもあり、こうした海上自衛隊に新戦力が追加されるつある状況は心強いが、それを凌駕する事態が生起しはしないかと不安を挙げればキリがない。そんな中、まず今回の進水についてだが、大芸型潜水艦の4番艦である雷芸は、川崎重工業者の神戸工場にて、2021年3月に寄港されていた艦艇で、同社としては、太平洋戦争後に、合計で31隻目に建造されたものである。ご存知のように、日本の海上自衛隊の潜水艦は、三菱重工業者の神戸造船所と、今回、雷芸を手掛けた川崎重工業者の神戸工場の2カ所の拠点で、1年おきに新造艦を手掛ける体制が継続されている。これによって、どちらかいずれかの会社が、必ず、毎年1隻の新造艦を海上自衛隊に供給する体制が確立されており、なかなか、防衛装備品の海外への輸出が、規制面、政治面、性能面でも、困難な日本の防衛産業にとっては、いい循環サイクルだと言えそうだ。このことで、海上自衛隊、いや、日本の防衛を睨む上でも、最上位の兵器の一つとめされる潜水艦建造の技術やノウハウは、現状では、他の兵器分野と異なり、かなり、維持、継承がスムーズに堅持されている状態だとめされている。今年2023年3月の時点では、海上自衛隊が実戦配備している潜水艦は、最新鋭の大芸型が2隻、前級の、双竜型が12隻、前々級の親潮型が8隻となっており、計画の指針に則った22隻体制が構築されている。しかも、これらの三艦種の22隻体制に加えて、海上自衛隊では、最も旧式な親潮型2隻を、練習用の潜水艦として別枠で残していることから、実質的な保有数は、24隻体制とも言うべきものに相当するとの見方も一部では根強い。いずれにせよ、前々級の親潮型は、最新鋭の大芸型の年1隻の収益と連動して、1隻が実戦配備を外れる対象となっているため、今後も、大芸型が、最終的に何隻建造されるのかは確定してはいないが、代替されていくことは既定路線である。さて、大芸型潜水艦の4番艦として、進水を果たした雷芸であるが、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル。全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも最大規模に該当する。この艦体に、雷芸は、従来の大芸型と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を組み合わせた機関部構成を採用した、ディーゼルエレクトリック方式の通常動力型の攻撃型潜水艦である。雷芸は大芸型に限らず、現在海上自衛隊が保有、運用中のすべての潜水艦に共通する仕様として、艦首部に備えられた6門の 533mm 魚雷発射管を主兵装として使用する形式であり、ここから、
各種の兵装を運用する。この533mm 魚雷発射から運用される兵装としては、まず18式魚雷が挙げられ、これは、それまでの89式魚雷を代替する長魚雷として、2022年より実戦配備が開始されたと召されており、最新型の潜水艦専用の兵器である。この18式魚雷は、敵の潜水艦や水上戦闘艦を目標とする長魚雷だが、それらが、回避のために使用するデコイ等の防御種手法への対応力が強化されているほか、従来よりも浅い深度でも使用することが可能な仕様となったと見さされている。こうした先進度での運用に対して工夫が施された18式魚雷は、言うまでもなく、比較的水深が浅い水域が多い東シナ海等での運用が想定されたものと思われ、台湾有事や南西諸島防衛を念頭に置いたものと想定される。また、これ以外にも、従来の潜水艦と同様に、533mm 魚雷発射艦から、アメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルの運用も、雷芸においても踏襲されており、こちらは、最大で、およそ 250km 弱の射程距離を持つと言われている。しかし、昨今は、航空機や水上戦闘艦が搭載する水戦ロケットの射程距離も延伸させれてきているため、今後の海上自衛隊の潜水艦には、国産の12式地対艦誘導弾頭をベースとした潜水艦用の能力向上型の搭載も有力視されている。12式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、最終的には、およそ 1500km もの最大射程距離を持つ長距離打撃兵器として、対艦用途に止まらず、対地攻撃用途へも使用可能となると考えられており、以後の自衛隊の兵装の主軸を担う予定だ。ちなみに、現行のアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルも、限定的な対地攻撃能力を備えた兵装となっており、その意味では、射程距離こそ短いとは言うものの、すでに、海上自衛隊の潜水艦は対地攻撃能力を備えているということができよう。今回の雷芸が、これまでの対芸型潜水艦、1番艦対芸、2番艦枠芸、3番艦陣芸と大きく異なる点は、同じディーゼルエレクトリック方式ながら搭載するディーゼル機関が刷新された点だ。従来の対芸型3番艦までは、川崎重工業社製の 12V2525SB 型ディーゼル機関を搭載していたが、今回の雷芸からは、これが、同社の新型でより、大型な 12V2531 型ディーゼル機関へと改められているのだ。この雷芸に搭載された川崎重工業社製の 12V2531 型ディーゼル機関、最大出力は、軸馬力で6000馬力、水中の最大速度も、およそ20ノットという数値からは旧型との違いは認められないが、新たなシュノーケルシステムを稼働させるために導入されたものとなる。新たなシュノーケルシステムは、通常動力潜水艦の弱点である連続潜航能力を向上させるべく計画されたもので、本来であれば、対芸型のリリース時に同時に搭載できればベストだったのだろうが、雷芸までずれ込んだ形である。さて、もう一つの2023年10月に進水を果たした淡路型掃海艦の4番艦のの海だが、こちらはジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の鶴見工場で建造された艦艇で、これまでの3番艦までも、すべてそこで建造が行われている。淡路型掃海艦は、基準排水量が690トン、満載排水量が780トン。全長が 66.8 メートル、全幅が 11.0 メートル、深さが 5.2 メートルほどの規模を持ち、船体には任務に適用した繊維強化プラスチックが素材として使用されている。海上自衛隊では最新鋭の水上戦闘艦として、ハモが身型護衛艦 FFM に機雷敷設及び除去の能力を付与するなど、多用途化を推進する一方で、専用の淡路型掃海艦も並行して配備を続けている形である。淡路型掃海艦は、ネームシップで、1番艦の淡路が、2017年3月に収益を果たしたが、現状では全9隻が建造される予定となっており、建造元も、今のこと、ロジャパン・マリン・ユナイテッド社の横浜事業所の鶴見工場となると召されている。ちなみに、今回進水を行った雷芸は、
建造費はおよそ702億円と報じられているが、予算上では、次の5番艦がおよそ684億円となっているものの予算上で、最新の8番艦はおよそ951億円が見込まれており、大幅な物価高騰の情勢を反映している。建造費を見た場合、淡路片総海艦の4番艦の海はおよそ126億円とされており、潜水艦や他の水上戦闘艦と比較すれば安価にも感じられるが、艦艇の規模を考えれば、決して安価な建造費だとは言えないことも否定はできないだろう。